地方創生についいてお聞きをいたします地方創生の特別委員会に属することができて、あの非常にうれしく思っていますが、なぜ地方はこんなに疲弊したんでしょうか自民内閣特命大臣担当大臣、失礼しました。 お答えいたします。人口減少や少子高齢化が進展する中、東京圏への過度な一極集中が進むことで、地方の過疎化、あるいはコミュニティの弱体化に加えて、地方経済の縮小や担い手不足による地域産業の衰退などが弊害が生じていると認識をしているところであります。 加えまして、地方における仕事や収入、あるいは買い物や公共交通等の利便性、そして医療、福祉や子育て、教育環境について懸念や、そして不安を抱える方々は依然として多く、こうした社会課題があるということも承知をしてございます。こううししたととだといいうふうに承知をしてございます。 今、自民大臣がおっしゃってくださった部分は、ほとんど,とんどそのとおりだと思います。私自身は第一次産業の切り捨て、さまざまな民営化、国鉄の分割民営、郵政の民営化、水道の民営化法、公立病院の廃止統合、町村合併、学校の統廃合、保健所の廃止、減少、それから代転法など、まさに地方で生きられない、まさにその政策を申し訳ないが、政府・自民党がやってきたんじゃないですか。 東京一極集中は実は政治の結果だというふうに思っています。で、デジタル田園構想といっても焼け石に密で、デジタルだけで地方を、まあ、だけでじゃないですけれども、根本的に地方を応援していかないといけない、病院や学校のないところに、今、医療や学,あの学校ということを自民大臣はおっしゃいましたが、まさに病院や学校のないところに人は住めないというふうに思っています。でですからぜひ地地方方創生というののあればまさに地方の公共 サービスをどうやって応援できるか、そのことをまやっていきたいと考えています。